J1 リーグの生存競争から抜け出して安定した戦いへのきっかけをつかむ仙台と大分の試合です。長の軌道に乗せる大事な一律化です。ファーストハーフのキックオフ、右エンド白いユニフォームが大分、左が仙台です。長いボールを蹴り出していきました大分です。関口が今日は巻いています。コギーニョがボールを奪います。仙台です。中中央、赤崎裏のスペースに西村のシュート、先制ゴールが生まれました。開始の5分、しっかりとあのボールをつないで、でまた木田から赤崎というところですよね。まあ、ここよく赤崎も西村のこの抜けたところをね流して、ここですよね、今のところいいですね。松田中を送り込む、こぼれ、コギーニョ後ろからシュート、羽田のコントロールショットだったんですが、ここはコーナーキックになりました。東北のねビッグセーブ素晴らしかったと思いますし、大分のね攻撃も非常にスムーズでね良かったですよね。今度は左のサイド、いい攻撃ですね。高田左足中に送り込んで遠いサイドボレーシュート、薬物東北押し込んで長澤同点、追いつきました。古巣相手にゴールを奪ってきました長澤、リーグ戦2戦連続のゴールになりました。ここね本当あの大分らしい高い位置を取って、これも非常に素晴らしいクロスでしたよね。で吹かさず浮き玉、ボックスに入って町田、後ろに羽田、流して下田、前線ターンできるか、長澤シュート、もう一度下げます吉野です。マセー、フリック、そして富田のクロス、ヘディングかと押し込んだ、勝ち越し、大卒ルーキー加藤が公式戦2戦連続のゴールになりました。切り返す、出足のいいアピアタビア久志の守備、もう一度右へ下田中見る、高いボールを入れて長澤の頭、ヘディングはヤクブス・オビク、手を伸ばした。その長いボール高澤セル、平岡ヘディング、ここで試合終了の笛が鳴りました。仙台今シーズン2勝目ホームで飾りました。サッカーを愛する全ての皆様へ、 J リーグはお客様にスタジアムで安心安全にご覧いただくために、新型コロナウイルス感染症予防対策を徹底しております。これからも皆様にスタジアムで全力のプレーを、熱気を、臨場感を、一体感を感じていただくために、 J リーグは対策を徹底します。スタジアムでお待ちしています。